戦時は、律令期以降の日本において、天皇、大上官の命令を伝達する文書の形式名。朝廷が出す文書の形態の一つ。象直の変態。天皇の命令、移行が大上官において、大上官部、大上官長などとして文書化される際、文書作成を行う、弁官局の文が口頭で命令、移行を受ける。この時、弁官士は、命令、 以降の内容を忘れないために、自らのメモを作成した。このメモが、当事者へ発給されるようになり、文書として様式化していき戦時となった。文書には、弁官氏などの署名しか記されなかったが、天皇の意を反映した文書として認識され、取り扱われた。因事なき文章に権威が付加されることになり、幕末にはしばしばに直が発せられることになった。本来、 律令に規定されている天皇発給の命令書としては、証書、直視があったが、これらの発給は重要な案件の場合に限定されており、また形式が厳密に定められており、特定の機械にしか発給ができなかった。そこで、柔軟に発給可能な戦時という文書形態が登場したのである。発給手続きは天皇が内史に伝え、そこから蔵人頭に、 倉人頭から担当情景に情景から劇曲、弁官内気曲などに伝えられて初めて発給された。公認年間頃から始められた。内視から倉人頭に伝えられる文書は内視線と呼ばれ、鎌倉時代以降に女房放射へと発展する。また倉人頭が情景に伝えるときは口頭が原則で、 口線と呼ばれたが後に文書化され、さらに口、線の控えである口線案が作成されることもあった。平安期に入ると、もともと象直の検討を担当していた劇局が天皇の命令、意行を自らの名で文書化したものも、戦時と呼ばれるようになった。また、弁官が犠牲官の命令、意行を受けて、正式な大乗官府の代わりに弁官名で発給した文書は、 感戦時と呼ばれた。戦時の霊県間の戦時内大臣藤原孫生異行、大納言言阿孫、正道仙捧ぐ直、賢人よ、女給賢任右近対象者、仁難二年二月十一日大劇内大臣、藤原孫生異行大納言言阿孫正道のる、直を立て祭るに、九段の人、よろしく旧のごとく、右近大将を兼任すべし者仁難二年二月十一日、 大劇、同日付けにて、藤原忠政は、大納言金右この絵大将から内大臣に転任し、この戦時によって、右この絵大将の兼任を留任する。純摂将の戦時制二行権、大納言金田交代を具大部藤原阿孫、近藤船佐ぐ直、地目到達時、与礼佐大臣純摂将義名の物長は4年10月、27日大劇小野阿孫、文み吉捧ぐ制二行権。 大納言兼ねた交代後、大部藤原アソン近藤、乗る、直を立て祭るに、字幕到達時、よろしく左大臣をして摂政に、順比、技能を行わしむべしもの調和4年10月27日、大劇をのアソン文義みて祭る、陰世から鎌倉期以降は、次第に陰前の発給が、戦時の発給を上回るようになった。また、戦時をさらに手続きの上で、 簡略化した臨時も出されるようになった。ありがとうございます。